皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も白猫ゴルフやっていきたいと思います。はい、今日はですね、効率のいいリセマラの仕方を教えていきたいと思います。はい、リセマラでいいキャラクターをゲットしたいですが、リセマラめんどくさいという方にぜひ、効率のいいリセマラの方法をお伝えしていきたいと思います。はい、この動画が少しでも良かったら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まずですね、この右上の、メニューを開いてください。メニューから、オプションに行ってください。オプションから下の方に行っていただくと、アカウント削除というのがあります。これを押していただくと、完全に削除することができます。これをすることによって、再びダウンロードせずに、リセマラすることができます。なので削除していきましょう。はい、ということでこの通りタイトル画面に戻ってきました。タイトル画面から利用規約をしていきます。はい、でゲームを始めます。日本語です。はい、名前は、はい、しっかり名前をつけていただいて、見てください皆さん、チュートリアルスキップが出ますんで、スキップしていきましょう。はい、ということで煩わしいことをしなくてよくなります。はい、めちゃめちゃ優しいこのリセマラですね。はい、ダウンロードしなくてもいいっていうのがかなりいいですね。はい、ということでこれでチュートリアルガチャ引いていきたいと思います。これはね、基本的に多分固定だと思うんだよね、チュートリアルガチャは。うん、なんかスキップしていきますね。はい、ということで多分主人公のあの洋服が出ますと。はい、これは変わりないですね。うん、あとは多分付属のものがちょっと変わってるのかなっていう感じですかね。はい、ということでチュートリアルがこれで終わりということで、再びログインからの、ここから、1000ジュエルもらって、で、40連引くことができます。ということで、このシャルロットちゃんが出るまで、リセマラしていきたいと思います。皆さん最後までご視聴ください。行きます。はい、行きましょう。出るかな、出るかな？やっぱガチャは楽しいよね。うん。ガチャ最高。ということで、引いていきましょう。さあ、来た！所定虹ということで、シャルロットちゃんが出てくれるのかどうか。非常に主人公以外でお願いします。主人公以外でお願いします。はい、ということで初っ端から出てくれるのかどうか。はい、出ました。誰でしょう？オスクロールちゃん、ナイス。これはね、幸先いいスタートですね。はい、まずオスクロールちゃんが出てくれるということは、次にはシャルロットちゃんがきっと来てくれることでしょう。はい、ということでありがとうございます。では猛獣連行きたいと思います。再び回していく。頼む、シャルロットをくれ。頼む、金から虹、金から虹、金から虹へ、こんにちは。はい、変わっていく。いや、やばい、神引きだ今回。お願いします、シャルロットをくれ。頼む。1、2、さあ誰だ。いや待ってくれよ、あなたかっこいいね。でも、うん、かっこいいですが、私が求めているのは違います。はい、ということでもう一度行きましょう。神引きしてるな結構。あと20連引けます。行きます、シャルロットをくれ。頼む、青から。青はね厳しいと思う多分。青から虹、青から虹、青から虹には変わらないということですね。金からは出てこないよね。うん、はい、ということでこれはボンボンボンをスキップしていきましょう。はい、ということでラスト10連、この10連で私は引き当てることができるでしょうか。果たしてどうなるんだ一体。青だー、もう青は絶望的。青から、青から、青から、ドワー泣きたくなるね。はい、ということでシャルロットちゃんが出ませんでした。はい、ですが、また煩わしいことをしなくていいので、もう一度ホームに戻って、さらにここから、もう一度オプションから、はい、アカウント削除していきましょう。はい、削除して、でまた今さっきの手順通りにやっていくと、リセマラができるといったことになってます。
はい、ということで再び戻ってきました。皆さんよかったらね、私のリセマラ最後まで付き合ってください。はい、行きまーす。シャルロットちゃんを引くために頑張っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。最低金からかな。はい、最低金から、ここから虹に変わってくれることをお祈りするしかない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願い。変わりません。あー、変わんなかったよ。これから昇格はなさそうだよね。うん、ということでもう一回行きたいと思います。シャルロットちゃんのピックアップだから、シャルロットちゃんが出てもおかしくないんじゃないかなと思いますけどね。さあ、金から、金から虹になるのか、果たして。お、なんか今違くなかった？気のせいだったか。いやー、気のせいか。なんだ、金じゃねえかよ。出ませんね、なかなか。なんとつらい、なんとつらい。ですが、30連目いきたいと思います。さあ来い、待ってるよ、おいでいつでも、待っているから。お、来た。さあ、シャルロットちゃん来てください。シャルロットちゃん来てください。もう安心の虹、安心の虹なので、あとはシャルロットちゃんがこんにちはするだけになっております。お願いします。どうかお願いします。さあさあ、どうなんだ。大丈夫だ、信じてた。チミではないことを信じていたよ。はーい、ということで出ません。ラストいきたいと思います。これで私は終わりにしたい。頼む。なあ、青はダメ。青はね、ダメだと思う。多分青から、青から虹、青から虹、青から虹。バグかこれ。青オンリー。はい、ということで再びやってまいりました。もうリセマラがとにかく早いんですよこれ。うん、なんでもうどん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 回せるんで、皆さんもぜひやってみてください。さあ頼む、シャルロットちゃんをいただけるとすごく嬉しいんですが、青か、青から虹になるのかな。頼むって、青から虹とかならない。さあ、からの、お、来た。なんでなるのかよ。意外とまだ絶望的ではないということか。なるほど。ということで、シャルロットちゃんが来てくれたことでしょう、おそらく。違うよ。お前の伝説は付き合うよ。わかった。付き合うから。オッケーオッケー、付き合おう。ありがとう、ありがとう。来てくれてありがとう。はい。文句は言わないよ。どうもありがとう。ということで、20連目行きたいと思います。行きましょう。さあ、お願い、虹で。いやー、青から、いや、でも青から虹になったからね。虹になってくれ、頼む。もう一度虹になってくれ。はい、はい。来た。2連発虹。これはピックアップの仕事をしてくれたらシャルロットちゃんじゃないのかなーと思いますけど、どうなんでしょうかね。ピックアップの仕事をしてくれ、頼む。頼む、頼む。お前の伝説はもういいんだよ。もういいよ、お前の伝説は。伝説、半端ないな、あの男。伝説、大好き男だったな。さあ、金から、頼む、虹になってくれ。お願いします。虹になってください。お願いします。あー、ならないか。あー、ここからは多分無理じゃないかな。昇格はないんじゃないかなと思う。さあ、回していく。どん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 、ダメだ。お願いします。このラストで、どうかお願いいたします。うわー、青だ。いや、でも青から虹になる確率もないことはないはずだ。頼む、頼む。はい、はい。いやー、ダメだー、ダメだったー。はい、ということでただいま帰ってまいりました。もう一度行きたいと思います。さあ、シャルロットちゃんってなかなか出ないですね。やはり1点狙いというのはかなり厳しいというので、絶対リセマラをした方がいいですこれは。はい、来た、虹。いや、もうこれね、素晴らしいです。最初から虹が出るなんてもう神、神引き。はい。これでもう一気にシャルロットちゃんを出して終わりにしたいと思います。これがリセマラの簡単なやり方だよということで終わらせていきたいと思います。お願いします。お前の伝説はもういいんだよ。お前の伝説はもういい。もういらない。はい。ということで、俺の伝説に付き合っていく。はい。ということで、もう一回行きたいと思います。ということで、みんなも伝説に付き合ってくれ。頼む。やめてくれよ。もう伝説はいらないからな。頼むぞ。頼むぞ。頼むぞ。
変わらない、もう変わらない、もう大体この虹にならなかったら終わりですね。はい、学んできた、リセマラやってたらもう学んできたぞ。さあ来い、虹に来い、虹来い、虹来い、金から虹、金から虹、金から虹に変わってくれ、頼む頼む、ふいふいふい、変わらない、いやーこれダメだ、これはダメですね。はい、ということでまだ引ける、まだ引ける、次はラスト、これで最後にシャルロットちゃんを出して終わる。さあどうだ、金からこれ虹になってくれるのかどうなのか、頼む虹になってくれ、おりゃー、だー変わらなかった、ダメでした。はい、ということで再びやってきました。さらに引いていく、シャルロットちゃんを頑張って引いていきましょう。うん、なかなか出ないですね。はい、いやーやっぱねなかなか難しい。あ、青かよ、伝説だけは来なくていいからな。うん、なんで伝説はいっぱい来るんだろうな、本当に。いやー来ない、もう金は大体ダメ、金はダメ、うん、虹にはならない。はい、ということで20連目いきたいと思います。頼む虹、頼む虹、虹をくれ、ゆきと虹、やった、虹3個ぐらい出てくれ、もうこのまま3個ぐらい、3個ぐらい頼む、お願いする、頼むからこれでもう一気にいっぱい出てくれ。何個、あー1個か、頼むシャルロットちゃんを、お前を信じていた、なんでだなんでだ、一体シャルロットちゃんどこやったん。シャルロットちゃん隠れてますね、恥ずかしがり屋さんですね、なかなか恥ずかしがって出てきませんね。うん、困りましたね。さあ青、青から虹になってくれることをひたすらお祈りします。虹、虹ならなーい、金はもうダメー、はい、金は出ませんですね。はい、ということでラスト10連いきたいと思います。なんて早いガチャ、なんというスピードガチャ、青だー、いやこれで劇的な虹色が来る可能性があるんじゃないか、来ない来ない、さようなら。はい、ということで再びやっていきたいと思います。引いていきます。シャルロットちゃんが出るまでひたすら頑張り続けるこの動画になっております。うん、出てくれるのかどうなのか、青スタート、頼むって、青から虹になってくれよ、じゃあ虹になってくれ、頼む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 、来ない、もう金は大体ダメ、金から虹は来てないので、うん、残念です。はい、ということでもう一回行きたいと思います。素早い、このテンポの良さよ。さあここから、あ来た虹、これできっと当たってくれたことでしょう、ありがとうございます。俺の伝説、俺を信じろだけはいらない、もうそんなのはいらない、シャルロットちゃんをピックアップしてください、お願いします。はい、さあ頼むよ、来たー、出たぜー、期待に応えてくれた、ありがとう、どうもありがとう、ということでシャルロットちゃん出てくれました。はい、これでリセマラ完了ということですね。はい、ということで、リセマラのやり方、こんな感じになっております。ぜひ皆さんも試してみてください。結構ねテンポよくパン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 といけるんで、皆さんもやってみてください。はい、ということで、この動画が良かったと思ってもらったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。